家族向けかと思いきや、子供にとってかなり配慮の欠けた内容が含まれていました。お子様と見る予定の方は、絶対動画後半のネタバレありの内容を見てください。愛妻ナマステ、こんにちは、サケネコでございます。今回はクレヨンしんちゃん、俺たちの恐竜日記のレビュー感想をお話ししていきます。小ネタなど多少ネタバレありでお話しますが、物語の核心に触れる部分は動画終盤でしかお伝えしませんのでご安心ください。サケネコ的おすすめ度は星一つ、作品自体の評価点はメンバーシップ向けに公開しています。さて、おすすめ度の理由と感想レビューをお話ししていきましょう。まず私にとって子供向けアニメというのは非常に高評価です。誰も傷つけないように感動と笑いを与えるというのは非常に難しいことだからです。だからこそ、たとえそこにリアリティがなかったとしても、私は子供向けだからといい意味で許してしまう部分が強いです。それはなぜかといえば、子供も大人も笑って楽しめる子供向けアニメを制作するには必要不可欠だからです。しかし今作は子供向けアニメと思いきや、ラストシーンに到底強要できない部分があり、子供たちは感動の涙ではなく不条理に怯えて恐怖する涙を流していました。今作のクレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記は、シリーズのファンとして長年作品を追ってきた私にとって、過去の作品と比較してワースト1位か、そこに含まれる内容でした。いつものレビューよりかなり辛口要素が含まれておりますので、ごめんなさい、苦手な方はお控えくださいますようお願いします。それでも何が良くなくてどうすれば良かったのか、なるべく整理して自分なりにまとめ、対策を詳細にまとめました。クレシン映画が好きすぎるあまり、自分の動画のこだわりとかけ離れた内容となっているため、いずれメンバーシップ限定の動画にするかもしれません。まず脚本全体がこれまでのクレシン映画に比べてかなりチープに感じられました。脚本家は調べたところ、モラルという名前で名乗る38歳の若手脚本家で、監督はデュエルマスターズのアニメーション監督です。映画ではどちらも過去に実績はありませんでした。ちなみになぜ実績がない若手脚本家がこういった名作に代表として携わることができるのか、そしてそういった方々が作った映画の共通点など、こちらも次回メンバーシップ向けに動画を作る予定です。例えば物語の展開やキャラクターの役割が薄く、特にひまわりの出番が下ネタに限られている点にはがっかりさせられました。しかもひまわりへのつなぎ方も雑で、ひまわりだけでなく個々のキャラクターの役割を通した作品全体の統一感が欠けていました。ただそういった統一感のなさは逆に昔のクレシンを彷彿とさせるような構成であり、そういったリスペクトや役割があるといえばそう感じられる部分もあったことが良かったです。っているところは非常に嬉しかったです。ただあまりにちぐはぐな登場に、どこかそういった過去キャラを出しておけば喜ぶだろうという思いも感じてしまいました。それであれば超関連作であるクレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み終わらない7日間の旅のキャラを取り入れてほしかったし、期待もしましたがありませんでした。もしかしたら監督も脚本家もクリアしてないのは仕方ないにせよ、ご存じないのかもしれません。笑いの質とテンポの問題。映画のテンポは2時間の長尺にもかかわらず、内容は薄く非常にスローで、ジョークの滑りが際立ちました。特にモーニング娘。のラブマシーンを取り入れたギャグは無駄に長く、子供たちはもちろん大人にも退屈なものでした。こういったところどころにあるギャグがあまりにも長引いているし、滑っているので映画のリズムが崩れてしまい、子供たちの集中力が持続しない場面が多々ありました。特にアクションシーンも少なく緩急もないので、退屈に感じてしまったのでしょう。昭和や平成時代のギャグを盛り込んでいる点はいいのですが、ちょっと多すぎだし長いと感じました。親である大人世代に受けると思いきや、これあれば喜ぶでしょくらいの押し付けがましい感じがあり、子供向けに作られたギャグも大人世代に作られたギャグもほとんどが滑っているように感じられました。今の子供たちを軽く見ている。映画の長さが子供向けにゆっくり作られているというのはわかるのですが、現代の子供たちに対してのリサーチが足りてないのか知らないのか、自分たちの幼少期時代で止まっている、もしくは今の子供との関わりが薄い方が作られているように感じました。
今の子供たちは YouTube や TikTok など短時間で刺激の強いコンテンツに慣れているため、子供のためにゆっくり長くというのは逆効果なのではと思っています。アクションシーンも少なく緩急もなく脚本が構成されているというのもそうなのですが、実際映画館内で子供たちが退屈し途中で席を立つ姿が何度も見受けられました。今の子供たちは短時間で物語の感動をつかむ力が養われており、事実年を重ねるごとに脚本や物語の構成がドラえもん筆頭に強くなっており、子供たちにも受けています。これは子供たちの忍耐力のなさの結果ではなく、処理スピードが格段に向上しているのだと感じます。そんな子供たちにとって長時間でゆっくり内容が薄い映画はかなりきついと思います。また映画の中でガチャガチャの要素が登場しましたが、これがどこか無理やり感のある取り入れ方で非常に不自然に感じられました。監督か脚本家かは分かりませんが、パズドラやモンスト全盛期で時代が止まっているような印象でした。制作側が子どもたちの関心を引こうとしている意図が見え隠れします。しかし実際のところ今の子どもたちにはそれほど強い魅力を持たない要素となっており、映画を見ていた子どもたちもなぜガチャガチャを入れる必要があったのかという感じで、子どもたちの反応はまさにポカーンというものでした。まあかつては一世を風靡したガチャガチャの要素も現在の子どもたちにとってはそこまで響かないことが分かったシーンでした。恐竜の物足りなさと悪役の描写、恐竜たちの戦いのシーンも期待していたものより少ないと感じました。実物大の恐竜を描くことにこだわった結果、逆にそのスケール感が小さく感じられ、子供たちにとってももっと大きくて強そうな恐竜が見たかったという印象を受けたのではないでしょうか。脚本の都合上でももっと大きく強く描くことが可能であり、子供たちに勝てないという感覚を与える方が良かったかもしれません。それこそカンタムロボと戦わせるなども良かったと思います。また悪役の信念や説教も船舶で物語に深みが感じられませんでした。そのため大人たちが悪役やその障害と対峙させるためにしんちゃんたちだけを生かせる理由も説得力に欠け、これまでのしんちゃん映画で見られた最初は子供たちだけで生かせるのは反対するが、子供たちだからこそできるという過程も全くなく必然性が欠如していました。これではただ危険地帯に大人が子供たちを無策で向かわせるという印象しかありません。結論、全体的に今作のクレヨンしんちゃんはどの世代に対しても滑ったギャグやテンポの悪さ、物語のチープさが目立つ作品でした。昔からどのシリーズでもそういった大人たちに向けてのギャグなどはありましたが、今回はなかなかきつかった印象です。過去のシリーズに見られるような世の中を適度に風刺したり、素晴らしい脚本構成で大人も子供も楽しめるクレシン映画を期待していたファンにとっては残念な結果でした。物語を最長90分にし、平成昭和ギャグをメインで時間を取るのではなく、たまたま見つけた程度にとどめ、恐竜シーンをより大胆に中ボス、ラスボス、裏ボスのように緩急をつけながら、恐竜や悪役を強くしながらしんちゃんたちの成長につなげれば、アクションと物語を絡めたもっと良い脚本に仕上がっているのではないかと思います。せっかく恐竜を取り入れているのに期待値よりも活躍していないのはもったいないです。それでもここまでの評価にならず、正直子供向けだから子供が楽しめれば OK で、おすすめ度は星3つくらいだったと思います。しかし私個人で最悪だと感じ、著しくおすすめ度が下がった最大の要因は最後にあり、次に詳しく話しますが、最後に必要のない不条理な恐怖を突きつけ、子供たちを感動ではなくただの恐怖で泣かせる点は非常に残念でした。というか子供向けアニメとしてリアリティとかけ離れた表現を続けていたのに、ここだけありえないラストだと思います。ここからは物語の核心に触れるネタバレを含んでいますが、特にお子様と一緒に映画をご覧になる予定の方はこのレビューを読んでから見るかどうかを判断された方が良いと思います。今回の映画は全体的に子供向けであることを強調し、誰も傷つけない形で作られています。例えば大人が恐竜に勝てるはずがない状況にもかかわらず、ヒロシやミサイが恐竜と対等に戦うシーンが描かれています。また何の理由もなく子供たちを危険な場所に送り込む大人たちの行動には大いに疑問が残ります。
過去の映画であれば子供たちだけが果たせる使命に対して大人たちは反対しつつも最終的には応援するという展開が定番でした。しかし今作では大人たちがほとんど無策で子供たちを危険ゾーンに送り込むだけという親としての責任感に欠ける描写が目立ちました。裏を返せばそういったリアリティのなさは子供向けのアニメだからで済まされるので家族向けアニメとしてまあおすすめできる範疇でした。最後のあのシーンさえなければ感動させるため死を軽薄に利用。映画全体は子供向けのアニメとしての要素が強調され笑いの要素も多く含まれています。しかしラストシーンではしんちゃんやその仲間たちとシロが大切に育て上げた子供の恐竜が彼らを守るために突然死にます。そしてその恐竜の子供の死体をしんちゃんたち全員にしばらく見せて子供なのに頑張ったと物語は終えます。これまでの軽いトーンから一転して非常にシリアスで重いテーマが唐突に押し寄せてくるため子供たちに与えるインパクトは非常に強いものがありました。子供たちは泣いている子もいましたがこれは決して感動的な涙ではなく突然の死という不条理な出来事に恐怖し怯えた涙でした。感動を得るために死を軽率に利用していますがあまりにもひどすぎます。脚本としてもしこの映画が全体を通してシリアスなムードもきちんと含めていたのなら子供の恐竜の死は物語の流れとして理解できたかもしれません。しかし映画の中で子供も大人たちも恐竜と対峙して傷つくことなく笑いながら進んでいたのにこの突然の死のシーンは不意打ちのように子供たちに突きつけられた感があります。しかも死体がそのまま映し出されあたかもその死が必要で感動的だと言わんばかりの演出です。そのためこの死の描写が教育的な意図を持つものとして取り入れられたとしても非常に不適切でありチープな感動をねだっただけのものに感じられます。命の教育としての不適切さ。この映画のラストで描かれる恐竜の子供の死について私は強い違和感を覚えました。映画では恐竜の子供の死を弔うシーンもなくその場では泣いていますがその後に何事もなかったかのような日常へ戻っており坊ちゃんがしんちゃんを見ていつも通りでよかったねと言って終えます。私は大切な家族の一員として猫がいますがその死を目の当たりにしたらおそらく立ち直れないと思います。シロもこうやって家族になったんだよねというミサエのセリフが作中にありますがそんな家族を失った保育園児なら余計に辛いはずです。しかし脚本家の死に対する考えがペットはおろか虫を飼っていた程度で終わらせるような立ち直らせ方でした。雑すぎます。ひと夏の思い出程度で立ち直るものではありません。あまりにもワンシーンで立ち直っており誰もが結局生きていることを期待していたと思います。しかし死んだままで映画は終わりました。くだらないギャグなんかよりも立ち直るまでの過程に時間を割くべきです。おそらく重い内容なので考えられずお茶を濁したのでしょう。だったら死をそんな軽薄に扱うなと思います。しかも家族がテーマですよ。命の教育としても非常に粗雑で不愉快な脚本でした。以前命の教育と称して育てた豚を子供たちに食べさせるというプログラムがありましたが私はそれを倫理的に誤った行為だと考えています。命の大切さを教えるために殺す行為を強いるのは暴力的であり教育的とは言えません。他の方法が必ずあるはずです。今回の映画でも映画の構成上涙や感動が欲しいから育てた恐竜の子供を脚本上で殺し子供たちに不条理な死を突きつけるのは大きな問題です。私は児童館での勤務経験があり突然の死に直面せざるを得なかった子供たちも見てきました。そのような現実はもちろん避けられない場合もありますがわざわざ夏休みの楽しい映画鑑賞の場でそれを子供たちに突きつける必要は全くありません。他の方法でそれぞれの親御さんたちが慎重に教えるべき内容です。結論、確かに今までのクレシンアニメや映画でこういった死に対する表現は多くありました。しかしどれもそれまでの過程を大切にして子供たちに必要以上の不条理を与えず考えさせる余裕を持った素晴らしいものでした。しかしこの映画は子供たちに対して非常に唐突で不適切な死の描写を含んでおりその表現の仕方には大いに問題があると感じました。命の大切さを伝えたいのであればもっと丁寧で考慮されたアプローチが必要です。今回の作品は子供向けアニメとしての軽いトーンと
突然涙を誘うために作られたであろう死を強引に結びつけようとした結果、非常に不自然で不快な体験を観客に強いてしまったと思います。よっておすすめ度星一つとなりました。皆さんはどのように思いましたか？コメントはネタバレ OK なので、ぜひ見た感想や子供たちの反応などどしどしコメントください。他の家族の皆様の参考にもなると思います。サケネコの映画チャンネルでは引き続き映画の紹介や感想レビューを行っておりますので、今回は警告含めて今までの動画の中で唯一辛口となっておりますが、普段は誰でもその映画を見たくなる優しい動画を心がけています。ぜひ参考になった方は高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは映画の世界でまたお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。